さあ、ついにこの日を迎えました。世界一を決める新たなる国際大会、ジュニアユースワールドチャレンジ、その幕が上がります。世界に衝撃が走ったフランス国際ジュニアユース大会の中止、その衝撃の中で発表されたこの大会、ワールドチャレンジの名にふさわしく世界の強豪国が名を連ねております。お聞きください、この大歓声。スポーツ大国アメリカが威信をかけ最新の技術で作り上げた新スタジアム、スタークラウンスタジアムは超満員。アメリカのサッカーファンのみならず世界中のサッカーファンが新たなるヒーローを目にしようとひしめいています。そしてこれより入場行進、まずはじめは南米からの招待国アルゼンチンです。キャプテンのファンディアス君はアルゼンチンでも10年に1人出るか出ないかの逸材という噂です。このディアス君がどんなプレーを見せてくれるか、この大会の楽しみの一つです。そして次は言わずと知れたサッカー王国ブラジル。フランス大会は不参加だったブラジルですが、この新たな大会には参戦。もちろん実力者揃いのブラジルですが、中でも注目はカルロス・バーラ君。ブラジルの伝統の背番号10をつけている、そのことだけでも彼の実力は証明されていると言っていいでしょう。続いてフランスの入場、母国で開かれるはずだった大会が中止となったフランス、その悔しさを晴らすため選手たちは大会直前まで特訓に特訓を重ねてきました。そのフランスを率いるのは一つ上の世代ユース代表にも選ばれていた実力者エルシド・ピエール君。彼の得意とする芸術的サッカーは我々をどのように魅了してくれるのでしょうか。そしてドイツが入場、ドイツを率いるのはドイツの若き皇帝カール・ハインツ・シュナイダー君。その他にもシェスター君、カルツ君、マーガス君、ハイネ君と、まさに強者揃い。日本をプレマッチで大敗させた彼らの力、まさに優勝候補の筆頭にふさわしいでしょう。そして今日日本が初戦の相手としてぶつかる今大会屈指のゴールキーパージノ・ヘルナンデス君は、大会前のプレマッチはもちろん、この1年間全く失点していないという恐るべき選手、パーフェクトキーパーとも呼ばれるこのヘルナンデス君から、果たして日本はゴールを挙げることができるか。そしてイタリアサッカーの攻撃を担う新生のフォワード、レオナルド・ルチアノ君にも注目です。そして日本が登場です。すごいや、でっけえスタジアムだな。それにすごい歓声だ。ついに始まったんだな。8月に熱戦を繰り広げた全国中学生サッカー大会、そして代表選考会ニューヒーローリーグを通じて選ばれ、そして嬉しいことに小学生の時に全国を沸かせた南葛 SC の選手で、今はドイツで活躍中の若林くんと、同じく南葛 SC の選手でお父さんの仕事の都合でフランスへ渡っていた美咲くんが、このチームには特別参加しているのです。全日本にとっては大変頼もしい戦力です。そしてもちろん日本のエース大空翼くん、世界の強豪相手に日本のサッカーの天才児大空翼くんのプレーがどこまで通用するか。俺たちの世界への第一歩、日本のワールドカップを夢見る俺たちの実力。オランダの入場です。オランダ伝統の背番号14を背負うのはエースのブライアン・クライフォートくん。ヨーロッパでも屈指のフォワードと評される彼を中心に、超攻撃的サッカーで世界一を狙います。ここでセネガルが入場し、身体能力においては大会ナンバーワンの呼び声高いアフリカの雄セネガル、持ち前のスピードと高さを生かし大会の台風の目となるでしょうか。そして今まで以上にすごい歓声で迎えられるのは地元アメリカチームです。世界最先端の技術と知識、そして科学トレーニングを使って鍛え上げたというアメリカの選手たち、その科学的サッカーで新たなる世界の強豪に名乗りを上げるのか。さあ、これで3カ国は出揃いました。この大会開幕のセレモニーが終わると、いよいよ大会第1日目の第1試合、日本対イタリアの一戦が始まります。よし、みんな聞け、いよいよ今日から
ジュニアユースワールドチャレンジの始まりだ。各自これまでの練習の成果を存分に発揮して頑張ってほしい。はい。うん。それでは今日のイタリア戦のミーティングに入る。みんながプレマッチで見た通り、イタリアは世界でも屈指の守備力を誇るチームだ。その特にゴールキーパーのヘルナンデスはこの1年間全くゴールを許しておらず、パーフェクトキーパーの異名を取るほどの名手。彼からゴールを奪うには中盤を抑えてたくさんのチャンスを作り、シュートを打ち続けていくしかない。はい。そしてその中心は翼とヒューガだ。はい。一方イタリアの攻撃についてだけど、堅い守備で相手を止めてからのカウンターが主になっている。そのイタリアのカウンターの中心がフォワードのルチアーノだ。彼は体の強さと技術を兼ね備えた厄介な選手で、抑え込むのは簡単じゃないけれど、プレマッチを分析していくと彼のプレイには大きな特徴があることが分かった。自分からパスを出すことはないし、味方もあまり彼にパスを送っていない。つまりほとんどが単独プレイなんだ。だから対策としてはルチアーノがボールを持った時は彼を徹底マークする。逆にボールを持っていない時はフリーにしてもいい。ただしこぼれ球には要注意だ。おう！もちろんルチアーノ以外の選手たちにも油断は禁物だ。素早いパス回しに振り回されないように。でも僕たちも世界の動きには慣れてきている。落ち着いていけば大丈夫だ。では翼、キャプテンとして皆に気合を。はい。みんな、予選グループを勝ち抜くためにも今日のイタリア戦。お俺たちは日本のサッカー選手たちの代表なんだ。ああ、俺たちの力を世界に証明してやろうぜ。みんな、いよいよ大会本番だ。フランスの大会の中止から今日まで俺たちは厳しい練習を積んで、俺たちが力を合わせれば負ける要素はどこにもない。おう！何が力を合わせるだ、バカバカしい。な、バカバカしいだと？ルチアーノ、貴様！ザコは勝手に慣れ合ったろ。俺は俺のやりたいようにやる。いいか、俺の足を引っ張るんじゃねえぞ。俺はこの大会を踏み台にしてビッグクラブに移籍するんだからな。あいつ、代表の試合を何だと思ってやがる。さあ、ついに開幕しましたジュニアユースワールドチャレンジ。そのオープニングゲームは日本対イタリア。アズーリの名で親しまれる青のユニフォームイタリアに対し、日本は白を基調としたユニフォームでの入場です。開会式の入場行進を終えた各国の選手たちがこの模様をスタンドから観戦しています。優勝候補の一角に挙げられる実力国イタリアに、翼くんたち黄金世代を中心とした日本はどこまで戦うことができるか。まもなくキックオフの時間です。今日はよろしく。ああ、ヨーロッパナンバーワンゴールキーパーの名にかけて君たちのシュートは全て止めさせてもらう。そうはいかない。必ず俺たちがゴールをこじ開けてみせる。いつまでも喋ってるんじゃねえ。あのキーパーすごい自信だ。向かい合っているだけで緊迫感があった。イタリアジュニアユースチームきっとプレマッチで見た時以上の力を出してくるぞ。クソ、ヨーロッパナンバーワンゴールキーパーはこっちのヘルナンデス。1年前の対決では引き分けだったが、今日は必ず俺が勝つ。いよいよだ、いよいよ始まった。大空翼をはじめとする
才能あふれる選手が揃ったこの黄金世代、日本がワールドカップ優勝を目指す選ばれた選手たちの初めての世界へのトライ、とてつもなく大きな夢のその第一歩が。お聞きください、この大歓声、スタジアム、さあ行くぞイタリア。世界が相手でも俺たちは勝つ。みんなこちらのペースに引き込むんだ。そんなの知ったことか。俺は俺のやりたいようにやる。決まった、パスを出します。バサレロ君、やっていった。それ。よし。このタックルは不発に終わります。よっしゃ。9番シュートだ。おっと、これはコースが悪かった。タルデリス、このボールのコントロール。9番、ここは抜かせません。鋭いスライディング。何？パスを出します。鮮やかなジャンプ。フェデリーコ君、ボールを狙うも届かない。翼君、ボールは友達、渡しません。ここをすり抜けた、連続突破で見せます。トリノ君、ボールを奪うことができません。クロスを上げた、センターに合わせる、このボールに飛びつく、スマートに抑えた。ボールを抑えたヘルナンデス君、それなんと、これはまさか。さあ、君のドライブシュート。やっぱり、よし、俺のドライブシュート。うわっ、翼くんシュートだ。ドライブシュートに行く。何？あ、ヘル、これがドライブシュート。1年前に俺から最後。さすがだ。だが、こ、パントキックで大きく蹴り出した。ここで奪った。柴田君、ボールは友達、渡
しません。いくぞ。豪快にシュート。ここで必殺のドライブシュートだ。翼くん、ここでボールを受けます。このセンタリングをものにできるか。空中での激突だ。ヒューラくん、ボールを蹴り出した。強い。ゴールが遠く感じます。パントキックで大きく蹴り出した。このパスは通らない。ドリブルでボールを運ぶ。タン、もらったぞ。ここは脱がせません。素早く横にかわす。かわして振り切った。さあ行け。コンティ君、素早く横にかわす。チャージが決まった。あっと奪い返した。バサレロ君、激しいタックル。みんな、ここは守りきるぞ。カテナチオの代わりに入りました。イタリア、守備固めに入る。これがイタリアの戦術、カテナチオだ。このタックルは不発に終わります。それ、ここはパスを出した。このタックルは不発に終わります。バサレロ君、激しいタックル。ここはパスを出した。ドルベイ君、飛び越えた。チャージが決まった。突き飛んだ。見事なワンハンドキャッチ。フランセスコ君、素早く横に倒す。なんだと。カト君、激しいタック。チャージが決まった。よし、くそ。フッシュからジャンプ。ドリブルでボールを運ぶ。石崎君、激しいタック。フランセスコ君、スライディングでカット。それ、このパスは通らない。体ごとぶつかっていった。全日本、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。ここからチャンスを作れるか。そら、ヒューラ君、これがタイガーショット。これは反応しているぞ。あ、弾きます。ものにした。イタリア、ここからカウンターを仕掛ける。カト君、ボールダッシュ成功。全日本、ここは戻りながらのディフェンス。ラスト奪い返した。チャージが決まった。ミサキ君、これは絶対に決めるぞ。このシュートにジャンプで反応。ヘルナンデス君、かろうじてこのゴールを弾く。キックで大きく蹴り出した。翼くん、このパスをカットします。ここから打ってきた。さあ、前半アディショナルタイム突入。キューブさん、いい流れで前半を終えたいから。さあ、ボールと真っ向勝負。キーパーをものともせずゴール。俺は絶対に負けん。決めてきた。キューブさん、おら、そこだ。ザコにまとわりつくんじゃねえ。もらったぞ。かわした。それ、鋭いスライディング。翼くん、ここは抜かせません。これは南米式のドリブルだ。ボールは友達、渡しません。いくぞ。ここからシュートに持っていく。翼くん、ドライブシュートが今飛び立った。優勝候補イタリア。イタリアに勝てば大輝。後半も頑張れよ。声かけてもらえるのはありがたいけどよ。世界からは俺たち日本なんて、ああその意気だ。サッカーは実力が全て。俺もハンブルクでは。みんな、ナイス。前半これだけ戦えたんだ。そうそう、俺たち強くなってるんだしな。でもみんな、気を抜かないでいこう。美咲の言う通り。よし、後半も気合を入れていこう。翼さん、
後半の戦い方なんですけど。何だい？もしもの話ですけど、それでそうなった時は一か八か、もちろんもしもの話な。確かにやらないに越したことはないけど、でもそれは本当に一か八かの作戦だ。ゲームメーカーの経験が豊富なたけしが試合に出ていれば。おい、ルチアーノ。なんだよ。何が俺の足を引っ張るのだ。何言ってやがる。俺が一人で点取りに行ってるのは。何？俺はな、とにかく勝ちてえんだよ。ビッグクラブに移籍するにはチームを勝たせなきゃ意味がねえんだよ。だからルチアーノ。大体点を取られたのは俺のせいじゃないだろうが。なあ、パーフェクトキーパーさんよ。点を。もちろん俺のせいだ。それはすまないと思っている。おお、素直じゃねえか。さすが名門クラブの有望選手は余裕があるな。貴様、ジノになんてこと。タルデリ、よすんだ。ジノ。ルチアノ。なんだよ、優等生の説教なんす。自分のために俺たちを利用したいなら、それでチームが勝てるならば、俺たちは喜んで利用されよう。日本は俺たちが思っていたよりも強い。それは前半に散々マークにあった君も感じているはずだ。ならばどうすれば局面が打開できるか。ここから勝つため地方の小さなクラブチームを勝たせ続けて代表まで上り詰めた君は、後半も俺は勝利のために君にパスを送る。だからルチアーノは信じているよ。ルチアーノ。勝つために必要なプレイか。おい、ルチアーノ。な、後半はお前にもパスを出す。イタリアが勝つためだ。いくらでも利用されてやるぜ。ジノ、俺を信じるなんて、お前は本物のバカ野郎だぜ。あっと、イタリア前半と様子が違う。ルチアーノ君をフォローもらったぞ。イタリアが戦い方を変えてきた。みんな気をつけろ。ここは抜かせません。イタリア、まさに貫禄。勝てなくても構え。あっと、ヒューガ君。見ていてください、送ってもらったあのブラックボールで鍛え直したこのシュート。来い、どんなシュートであろうと、ヨーロッパナンバーワンキーパーであろうと、必ずゴールに突き刺す。くらえ、これがレオタイガーショットだ。決まった。ヒューガ君のシュート、ペルナンデス君の黄金の右腕をものともせず。やった、やったぞ、ヒューガ君。翼、見つかったぜ。うん、俺は今まで、でもこれで、ヒューガ君、俺はサッカーにおけるストライカーナンバー9番を背に。なんという威力のシュートだ。右腕を鍛えてきていなかったら確実に骨が折れていた。それ、このタッチのトラップ。それ、ルシャが決まった。それどうだ。よし、パスを出します。かわして振り切った。敵陣を切り裂く。これは華麗に回転するシュートだ。これが反応しているぞ。これがジノ・ヘルナンデスのプレーだ。パントキック、どこまで運べるか。マサオ君、ここで奪った。どうだ、止められない。行け、フィールドをタイガーショットだ。止めた、さすがパーフェクトキーパー。
パントキックで大きく蹴り出した。ここでパスカット、ユート激しいタックル。どうだ、このシュートを正面から受け止める。パントキックで大きく蹴り出した。カイクサラルチアーノ君、スロープの子にかわす。チャージが決まった。ヒューガ君、ここからチャンスを作れるか。シュートを放った。ヘルナンデス君、ゴールを割らせません。パントキックで大きく蹴り出した。このパスをトラップ、チャージが決まった。フランセスコ君、スラボールでカットかわして振り切った。ジノコ、ここで止めた。スラボール君、何のバンドバスも渡しません。全日本、ここは全日本のプレーで勝利を取りに来た。ヨコッで鋭く反応、ああ弾きます。翼君、ここでボールを受けます。シュート、イタリア、ここでスローインを得ました。ここはパスを出した。ヒューガ君、激しいタックル、ここから打ってきた。これがネットに突き刺さる。ヒューガ君、俺は絶対に負けん。翼君、パスを出します。どうだ、チャージが決まった。どうだ、横をすり抜けた。翼君、ボールを奪った。激しいタックル。そら、翼君、ボールは友達渡しません。力を込めて強力なシュート。よっしゃ、ユウヤ君、これをブロックに行く。ブロックを突き破り、ゴールへ。止めた。フランチェスコ君、このボールをコントロール、横をすり抜けた。ここで止めた。横をすり抜けた。フランチェスコ君、ここは突きにさせません。チャージが決まった。ゴルバテ君、スライディングでカット。クチアーノ君、あざ笑うかのようなドリブル。ドーボール来た。かわした。敵陣へ攻め込みます。チャージが決まった。翼君、これは南米式のドリブルだ。スライディングで止めた。こいつセンターラインを越えて攻め込む。イタリア、まさに勘抜き。カテナチオの構えに入りました。ここはラストだった。フランチェスコ君、ボールを奪うことができません。バサレロ君、ここは抜かせません。よし、いよいよ後半アディショナルタイム。両チーム最後の力を振り絞ってきた。マサル君、激しいタックル、かわして振り抜くか。バサレロ君、ここは抜かせません。敵陣へ攻め込みます。鮮やかなジャンプ、止められない。ボールダッシュ成功。シュート陣、パスを出します。翼君、ここはパスを出した。完勝、大量得点で試合に花を添えました。候補のイタリアに勝ったんだぜ。これなら十分に優勝も狙えるたい。そうさ、
アメリカに来た最初の頃の俺たちと今の俺たちは全然違うんだからな。そう、プレマッチで見た日本と今日の日本はまるで違っていたよ。ヘルナンデス君、今日は俺たちの負けだ。日本のサッカーは素晴らしかったよ。ヒューガ、君のシュートには驚いたよ。あれほどのシュートを見たのは久しぶりだった。俺もお前くらいのキーパーと戦ったのは久しぶりだったぜ。それじゃ、チャオ。うん、またね。イタリアチームのユース、特にジノ・ヘルナンデスとレオナルド・ルチアーノ、まさに世界の舞台に立たなければ出会えなかった強敵だ。翼くん、応援してくれたスタンドのみんなに挨拶しに行こう。うん。みんな、すまなかった。今日の負けは点を取られた俺の責任だ。まさか負けるとは思わなかったぜ。ああ、俺たちはまだまだ甘かったな。何を落ち込んでやがる。何？まだ残り2つを勝てば予選リーグを抜ける可能性はあるだろうが、落ち込んで無駄な時間使うくらいなら次の試合のことでも考えとけ。どうしたんだ、ルチアーノ。翼、よくやったぞ。ロベルト、あなたはロベルト本郷さんですね。全日本で翼は見事勝ちました。どうですか、翼のプレーを見て。あなたが日本を去ってからもロベルトさんが残したノートを頼りにその技を磨いていったんです。今日見せたドライブシュートがいい例です。そしてその他の細かなプレー一つ一つも。どうか今ベンチにいる翼に会って。間違いじゃありませんか。私はロベルトとかいう人物とは違いますよ。きっとあなたの人間違いでしょう。私はロベルトじゃありませんよ。ロベルトさん、今日の試合勝ったけれども、俺のドライブシュートはヘルナンデスにまるっきり通用しなかった。アメリカのアズワンにも簡単に止められてしまったし、俺のドライブシュートは世界で戦うには力不足なのか。でもヒューガ君はアズワンに止められたことをバネにネオタイガーショットを生み出した。俺も負けてはいられない。試合を組み立て点を取れるミッドフィルダー、理想の選手になるために俺もドライブシュートを強化するんだ。なあ、オランダって強いんだろ。もちろんさ。イタリアは守備のチームだったけど、オランダは攻撃のチームだ。特に注目するべきは背番号14をつけるブライアン・クライフォート。彼は数年前にワールドユースを制したオランダ代表スタイン・クライフォートの弟でね、今ヨーロッパでも注目されているフォワードさ。へえ、詳しいんだね。うん、僕はオランダの伝説的選手に憧れてサッカーを始めたからね。今でもオランダのサッカーはチェックしてるんだ。なるほど、それで美杉君は背番号14を欲しがったのか。あの時はわがままを言ってすみません。でもどうしても憧れの選手と同じ番号をつけたくて。憧れがあるのはいいことさ。それが成長につながるからね。俺がロベルトのつけていたブラジルの10番に憧れていたように、美杉君にもそういう選手がいたんだな。おい、そろそろ試合が始まるぜ。
さあ予選リーグ第2戦、オランダ対セネガル。まずはボールを持ったセネガルのミッドフィルダー、キャプテンのイスマイル・サンゴール君。ここからどう試合を組み立て、あっとサンゴール君いきなり大きく高く前に蹴り出した。そしてフォワードのムーサ・マリック・ジャロ君がオランダの選手の間を凄まじいスピードで走り抜けて、決まった。セネガル電光石火の先制点。サンゴール君の正確なロングボールをジャロ君が高い打点のヘディングで、まさにセネガルらしい高い身体能力を生かした攻撃だ。あのフォワードすげえダッシュ力だ。見たといい勝負なんじゃないか。おいおい、セネガルが先制しちまったぞ。だけどこれでオランダはスイッチが入ったよ。え？ほらオランダの選手たちの様子を見てみて。あれ、いきなり先制されたのに全然動揺してないみたいだ。そう、いくらでも点を取る自信があるんだよ彼ら。ここで試合終了のホイッスル。オランダ対セネガルの一戦はオランダの記録的大勝に終わりました。先制点を許したオランダでしたが、エースのクライフォード君を中心にその後は猛攻に次ぐ猛攻でセネガルを圧倒。一方セネガルは身体能力を生かしロングボールを多用してスペースに走り込むサッカーで臨みましたが、オランダのミッドフィルダークリスマン君に中盤を抑えられ、孤立させられたサンゴール君になかなかボールが渡らず、後半セネガルの選手たちが走り疲れて足が止まったところを、すげえ。これがオランダの攻撃力か。とんでもない連携のスピードだぜ。今日は初戦だったから、これでもまだ動きが硬かった方だよ。ああ、前線の連携はまだ良くなるだろうな。このオランダと次は戦うんですね。え？こいつの言う通りだ、たけし。俺たちも強くなってるんだ。自信を持て。はい。みんな、イタリアに続いてオランダもかなり強そうだ。だから今日の勢いを次の試合にしっかりつなげていこうぜ。おう。なあ、美咲はフランスジュニアユース代表のチームを見たことはあるのか。見たというか、実はちょっと戦ったこともあるんだ。え？戦うって、美咲はどこのチームにも所属してなかったんだろう。うん、だから自分の今の実力がよくわからなくて、それで自分の力を測るためにフランス代表の合宿に飛び入りで勝負を挑んだんだ。無茶しやがる。でもそうでもしないと日本代表に参加する自信が持てなくて。フランスの注目選手というとやっぱりピエールか。うん、エルシド・ピエール。彼のテクニックは本物だよ。彼とは2回1対1で戦ったことがあるけど、僕は2回とも抜くことができなかった。美咲くんが。他にも注目選手はいるけど。あ、試合が始まるよ。さあ間もなく前半20分。ここまで試合はフランスのキャプテンエルシド・ピエール君、再びイングランド陣内に切れ込む。素晴らしい華麗なテクニック。その流れるような動きにイングランド選手は誰もついて、そして相手を引きつけておいてのスルーパス、見事ルイ・ナポレオン君に通った。決まった！フランスさらに追加点。ナポレオン君の鋭い回転のかかったシュートが。彼がルイ・ナポレオン。気が荒くて何度も乱闘騒ぎを起こしてるんだけど。さあイングランドも反撃だ。大きなサイドチェンジを繰り返しながらフランスディフェンスを揺さぶる。
そして左サイドからエリア内で待つフォワードのディーン君に折り返す。おっと、フランスの選手が出足鋭いタックルでそれをカット。これはディフェンダーのジャン君だ。あのジャンってやつなかなかやるな。美咲君、彼は？ごめん、僕もよく知らないんだ。フランス国際大会が中止になった後、もう一回代表選考会を開いた時に、あ、ここで試合終了。フランス、イングランドを全く寄せつけず、中盤をピエール君が抑え、ナポレオン君が点を取り、ジャン君がピンチの芽をいち早く摘み取る、まさに理想的な試合だったと言えるでしょう。フランス強いな。まあ当たり前なんだろうけど。ああ、確かにピエールはすごかったな。美咲が勝てなかったってだけのことはあるぜ。ピエールの力はもう上の世代でも認められていて、将来のフランス代表入りを確約されているとも言われてるんだ。そこまでの選手なのか。まったく、世界ってとんでもないところだな。ピエール、美咲くん。美咲、俺たちは必ず決勝トーナメントに勝ち上がる。だから君も必ず勝ち残ってこい。今度こそ本物の試合で決着をつけよう。よし、それでは攻撃と守備に分かれて、それぞれゴール前の連携練習だ。はい、行くぜ。よし、シュートだ。はっ、ナイスパンチング若島ズ。反応が甘いぞ若島ズ。今のは両手でガッチリ取れたはずだ。何？それにそうだ、シュートコースがガラ空きだったぞ。もっと考えて動け。何？他のみんなもだ。動きがまだまだ悪い。イタリアに勝ったからっていい気になるな。そんな気の抜けたプレーでこれから先も勝ち抜けると思っているのか。何？若林くん。おい若林、こっちだって一生懸命やってんだぞ。おいやめろ。そうだ、お前まで。そうだ、1年生にだって分かることがお前は分からないのか。それにしてもお前、よく俺のポジショニングの指示の意図が分かったな。お前みたいなやつがもっといてくれればこのチームも楽なんだが。それじゃあ練習を続けるぞ。みんな、練習。なんだ？おい、あのスコアを見るたい。なんだあの点差は。アルゼンチンがぶっちぎりじゃないか。スタークラウンスタジアムに大天才出現。自ら得点を上げるだけでなく、ミッドフィルダーとしてゲームも組み立てる。サッカーの申し子の名前はファンディアス。そのディアス君にインタビューです。イタリア戦での日本の10番が南米スタイルのドリブルでイタリアを抜けたので自分もいけると思いました。この大会いろんな国の選手が出ていますが、彼らに負けるとは思っていません。最後に優勝を手にするのは自分がいるアルゼンチンですよ。点を取って試合も組み立てるミッドフィルダー、翼さんと同じスタイルですね。ファンディアス。
いいシュートだ。その調子で頑張れ。探しましたよ、ロベルトさん。あなたは？アメリカのサッカー協会に問い合わせましてね。そうしたら、今遠征に来ているサンパウロの少年チームの監督が、もう自分がロベルト本郷ではないなどと言わせますよ。仕方ありません。でもお願いです。俺が今アメリカにいることは、俺はもう翼の前に立つ資格のない人間です。3年前、俺は翼との約束を破り、それは自分自身翼を教えていく自信がなかったからです。でも俺がいなくても翼は成長していた。今年の初め、サンパウロのチームに日本サッカー協会からビデオが送られてきました。そのビデオには成長した翼の姿が映っていました。そのビデオに寄せられた手紙には、このビデオの少年は、俺はそれを涙なしには見ることができませんでした。そしてこの大会でのあのビデオよりも成長していた翼の勇姿。でもロベルトさん、翼はあなたが自分をブラジルに連れて行かなかったわけを、それは 100% ブラジルでプロになれるだけの力が、そのため翼は自らに課題を課したのです。サッカーの本場ブラジルで通用するためには、中学3年間誰にも負けないようにすること。それができなければブラジルでプロになる力は自分にはまだないのだと。そして翼はあなたの残したノートに従い、人一倍努力しました。そして翼はこの夏、その全国中学生サッカー大会を含めた中学3年間の公式戦すべて、日本で全国大会 V3 を成し遂げた翼は、中学卒業後間違いなくブラジルへ渡るでしょう。ロベルトさんが書かれたあのノートにあることをお願いです。翼はブラジルへ渡り、ロベルトさんのコーチを受けることを望んでいます。その翼の夢を今度こそ。なんだよお前。なんだ